怪我から復帰したっていうのもそれがやっぱり一番強くあるんですけど、やっぱり自分から諦めるっていうことだけは絶対やらないように。5分とかになる。ちょっともうちょいペースを落としてみんながついていけるように。そう、タレタレになっちゃうと困るから、一昨日の疲れが。車多い。いや、そんなっす。次のナスブラーゼンでもう一回戻って走りたいっていうことを伝えたのがまず最初でしたね。僕がやっぱり勝ちたいっていう気持ちもすごいだんだん強くなっていってたっていうところが正直なところで、で、まあ、僕自身も勝利を狙えて、さらにそういう若手の選手とかにもいろいろ伝えていきたいなっていうところを考えていくと、やっぱり、まあ、このもう一度ナスブラーゼに戻るっていう選択がいいんじゃないかなっていうことを少しずつ考えていきまして、やっぱ彼の場合はエースとしてこうレースの成績を出すことができる選手なので、そういう点でまず一番チーム的にこう組み立てレースの組み立てやすさとかがやっぱエースがいるといないでは変わってくるので、こう拠点にどのぐらい長さの上りになるんですか？1本目が30分ですね。自転車をこう上りで、上りの進め方っていうんですかね、体と自転車を一体化させて、踏み方、ペダリングをまず上りの方のいいイメージの感覚をつけていくっていうんですかね。まあきつい選手もいるかもしれないですね。基本吉岡選手と佐藤選手の余裕なペースがこれっていう。俺5倍かな。俺8ぐらい。まあ、でも余裕イメージよく。270ぐらい。結構きり。次は軽いこう強弱をつけた感じの登ってっていうのを2回やります。吉岡レストはもう超ゆっくりだからね。わかります。ああ、岩さんラスト1本、ラスト1本、あでっかい、ラスト1本、エリアごとで吉岡選手はナスに所属はしてるんですけども、はい、普段はやっぱちょっと違うところにいる、こうみんなで集まってっていうのはやっぱ こういう日とか合宿の時とかになるんですね、はい、でやっぱ各エリアがこうで強い選手と弱い選手とかいたりするんですけども、ただそこで強い選手が吉岡選手とやった時に吉岡選手が強いんですよね、やっぱり、うんうん、こう今までの練習じゃダメだとか、そういうもうちょいこういう風にやんなくちゃっていう意識づけっていうんですかね、もっともっとちゃんとついていけるようにしなくちゃっていうところで、吉岡選手がこういう走りをしてくれることで理解してくっていうんですかね、もっともっと向上心持って。吉岡終わりだよね。そうです。一旦しましょうか。かわいいです。岩佐が復活してきた。あ、来ちゃった。あ、これ結構ヤバそうかな。強いね。6倍ぐらい、ちょいぐらい。僕の今までの経験してきたことをやっぱり
チームとか選手とかに伝えて、何度かそれで若い選手に勝ってほしいなっていう、勝てるようなチームにしていきたいなっていうところではありますね。きつかったまずは地元ですね、埼玉ディレイブの皆さんどうぞ。皆さんこんにちは、埼玉ディレイブです。はい、今日はホームチームということで、もう会場を6回盛り上げたいと思います。ありがとうございました。どうぞご登壇ください。まず新たなスタイルということで、複数拠点、複数地域連携ということで僕ら歌ってますが、基本的に強化のトレーニングであったりとか合宿はほとんど、那須のエリアで行っています。でこういったイベント活動であったりとか、そういったことはやはり埼玉の方が人が集まりやすいという環境もあるので、やはりそういった利点はあると思ってます。それぞれの地域に自分たちが何をお返しできるかというのをしっかり表現しながら、レーシングチームとしてはどんどんこう強くなっていく、そんな仕組みを作っていきたいと思ってますので、今回これ新しいイベント試みとしては埼玉スタジアム2002で今イベントをまさに開催してるんですけれども、これも一つその表現の方法の一つかなと思っています。その表現がもっともっと前向きにしていければ、もっともっといいなというふうに思っています。今回1回目なんで、本当どんな感じになるか分かんなくて、ちょっと不安と楽しみと両方って感じです。やっぱりファンの人を増やしていきたいので、いやここでやっぱ直接交流して、やっぱ埼玉の自転車をアピールしていきたいです。さあ、埼玉スタジアムクリテリウム2023、第1回目、記念すべき1回目の、レースです。第1回目の、優勝を目指して皆さんの素晴らしい走りを期待しています。頑張ってください。祭り感覚で楽しめるって他にイベントないんで、もうみんなが楽しめるってすごい素敵なことだと思うんで、どんどんこういう活動の場が増えていくといいな、ね、子供から大人まで楽しめる、みんな楽しファミリーで来ていただいて楽しめるってやっぱ大事なんで、結構レースだけだとお子さん飽きちゃったり、確かにね、早だけで終わっちゃうんで、っていうところはやっぱ自分で体験して次につながるっていうのは、見た後にああ僕も乗ってみたいって言って乗る場所があるっていうのは大事ですよね。それね、その流れ、トップ3の選手です。皆様大きな拍手をお送りください。皆さん応援ありがとうございました。はい、地元の声援がすごい心地よかったです。やはり地域密着型のチームの活動って本当に多岐にわたるので、いろんな喋れることも必要ですし、自転車に関する知識なども必要ですし、本当に多様な才能が求められるので、その点で今所属してくれている選手たちはもうみんなそのことをよく理解して自分の中に取り込もうとしてくれているなというふうに思っていますので、藤田は本当にその代表的な選手の一人だなというふうに思っています。やっぱり自転車ってみんな乗るものなんですけど、やっぱりスポーツとしてやるっていうのはなかなかまだまだこれからマイナースポーツだと思うので、そこにつなげてはいきたいんですよね。だからやっぱり
やっぱプロが、地元のプロがしっかり活躍して目立っていくっていうのがやっぱ一番大事なのかなと思いますね。まあ、すごい大きなイベントなので、それをこう自分たちのチームが主催をしてやってるっていうのが、まあ、素晴らしいことだと思いますし、まあ、それをこう選手として一緒にこう携わってるっていうのが、まあ、ものすごくありがたいことだなとは思いますし、まあ、こういうふうなイベントがどん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 増えていって、まあ、自転車界がどん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 盛り上がっていけばいいなっていうふうには思いますね。やっぱり埼玉側のファンの人たちと、まあ、那須側のファンの人たち、2つをこういいとこ取りできるんで、やっぱり埼玉には埼玉の良さ、那須には那須の良さがあるんで、まあ、非常にこういいとこ取りできてるから、すごく、まあ、いいなと思いますね。これ2つ初の試みではあるんですけども、すごくいいなと思います。